顔が出てきた。明らかにこのエリアに魚がいる。魚が刺してる。だからその日刺すエリアを見つけるっていうことはこういうことですよね。こういうことです。旬の場所を見つけるっていうね。旬の瞬間を釣るっていう。一個これは気をつけろというのは何ですか。もうみんな分かんないじゃないですか。普通に1週間に1回。1週間前の情報、SNS の1週間前の情報は、はい、だいぶ当てにならないと思った方がいいと思うので。でもう、ま、次の日っていうか前の日で人が動いたりするじゃん。最近そうなってますよ。そうでもね、それはね、多分どんどんみんなで釣れなくしてると思う。今日もね、当日の中でもあるじゃないですか。時間が、そうそう、時間も違うし、でもルール通りなんだよ。だからそういう SNS で動いちゃうの分かんないこともないけども、じゃあ現場で一個だけ気をつけるとするならば何ですか。ダメなら動くことだね。あ、ダメなら動く。うん。ダメなら動く時間を合わす。ダメなら動く時間を合わす。それだね。でも本当に釣れるんだったら、まあ5回投げたらだいぶ分かりますよね。そう。5投投げれば。そう。だからさっきだって朝入ってダメだったらダメじゃん。はい。でも入り直したらいるじゃん。そうですね。そういうことなんだよな。何？今ドア行った。俺の今動かしちゃったじゃん。はい。動かす前、俺の真下に思いっきりついてたわ。マジっすか？動かした後に下に黒い影がいるのに気がついた今。ドバーンいましたよ今。ドバーン。おお。行った。糸？糸でしょうね今の。上の。そうだな、糸やったな。今ね、この辺から行ったんですよ、ビュー。2つ波紋が出たもんね。そうですね。その瞬間やめたよね。あれをロッド寝かしてより遠目でもう一個の波紋を作るのか、それとも上げ切って。そうですね、一個に絞っちゃうのか。でも動きますよね、そうなると。そう。あ、行った。県外解説その角度やったらもう絶対糸がもう前でピクピクしおるんですよ。これ今こうなっとるけど、これ糸嫌うんですよ絶対。今ねこのルアーが動いてる左手前にバスがいるんですけど、左手前に糸が行ってるっていう。そうです、これダメなんですよ。そこの砂浜が追い詰めスポットですよね。あっこに来るのを待ちたいな。その石の、あですよ、これ、ここね。そうですね、彼らも分かってますからね、追い詰められる場所っていうの。だからこうだらっとしたこの景色の中でもどこで追い込むのかっていう、でその追い込むところの距離感ですよね。それが詰まった時は食いそうやわ。食いますのよ。まあそういうことを考えて釣りしないと。逆に言うと、でっかいのは釣れないよね。まあそうですね。ちっちゃいのは割と簡単に釣れるんだけど、でっかいのは釣れないんだよ。あいつめっちゃ見てますよ。右に動きました今。あ、そいつね。はい。あ、そう。もうスタンバってましたねあいつ。本当に。じわーって。めっちゃスタン。おお、フリック入れた方が。下見ましたね。今の入れますみたいな。そうそう、で下見るやつはフリック入れたらいいんですよ。何も浮かせるだけがバッスリじゃない。ああ、そうじゃん。いや、下見てるやつには下で釣らないと。そうですね、うん、七色の魚だって下のエビとかゴリ見てるやつ何やっても釣れへんよ。まあ、どんどん移動しながらこうタイミング場所変えつつ合うところで釣るっていう、そういうイメージですね。そうっすよ、うん、まあ、魚のこの状態とか見つつ見切っていくと。すごい濁り、もうバスクリーンみたいになってますねこれ。緑、
すごい緑、なんだこれっていうぐらい緑、うーわしっかりに引きますね。そいつは釣れるよね。はい、釣ろうと思うとね。もうそれはもういいでしょ、さっき釣った。いや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 、もう一匹釣っとく。もうこれ今動画2本目なんで。え、これ今動画2本目なんで1本目は1匹釣れてますけど、2本目はまだ釣れてないです。そこ釣れなら釣るよ。お願いします。行きますか。おーっと、はや。来た。わーお、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 わーお。ちっちゃいと思ってた。ちっちゃいと思ってた。全然ちっちゃくない。やばい。やばい。うわ。バラせ。ええー。どうしてそういうこと言う。ええ、それでは。ええ、こんなこと言うと、もう絶対キャッチしてほしい。やばい。船の下。ああ、ガン。変なこと言うからじゃん。うわ、でか。でかこれ。どこ。うわ、でか。ネット飛んでったんじゃない？ほら。ああ。なんでネットなくなったんですか？飛んでったんだろうよさっき。嘘。なんか音してたやん。もうハーバットの取材やった。怖っ。こいつをどうやって取るか考え。こいつをどうやって取るか。危ない。あ、そこに出てきた。顔出てきた。顔が出てきた。顔が出てきた。びっくりした。切れたかと思った。びっくりした。切れたかと思った。切れてない。まだ切れてない。手まであとちょっとなんだけど。お前よせよ。なんでネット飛んでっちゃうんだよ。心の中でキレろとか叫んでないやろな。うわっしゃー。でかーい。おお。これコンディションめちゃくちゃいいですね。これまたクリオにチェイスしてきたやつをフリックで仕留めるっていう。そうですね。スポーンから完全に立ち上がってないんだよね。あ、追いかけるけどやめる。で周りになんか他の魚もいる。そっちも気になる。あ、でもこれいい魚だよ。すごいなこれ、はい、もうお腹がブリーンしてて、ちょっと口がちっちゃめで。いや素晴らしいです。参考になったでしょうか。私の参考はいらないけど。あ、でも、まあ、すごい。やっぱりこの2021年、はい、振り返るとこの6月までダラダラとしましたけども、まあ、ようやく魚たちもこの浅瀬で、で、そんな感じになってきた。そうですよね、うん、今日は4つのローテーション、うん、まあ、渚、ピクピクで、クリオがあってフリックがあるという、まあ、こういう感じでバスの目線だとか。そうだから、それに多分ミドストが入ってきたりとかホバストが入ってきたりとかね、みんな流派によって違うんだと思うんだけど、とにかく魚のポジションが今はそんな感じに変わってきて、であとは釣り方はそのラインにドラッグとかかかんないとか、投げる方向だとか、そういうのもちゃんと気にして釣りをしないとでっかいのはなかなか。そうですね。釣り場も時間によって表情が変わっていくとか、まあ、その辺も意識するとよりこの表層ゲームで
魚が手にできる可能性が増えていくということが分かったんじゃないかと。でラインはどうしても細いのが必要なわけではなくて、もともと細いのを使ってたのは遠くへ飛ばすためで、はい、まあ P があるから別に P に、ああもうじゃあ最近は細ラインじゃなくて P で遠くに飛ばして、俺は細いのでやるのドキドキして好きだからするけど、はい、今みたいにだから P で飛ばして、はい、リーダー4ポンドとか5ポンドでやれば、はい、その代わりこの先っちょだけくるくるってなってるのを気をつけて釣りすれば別に超過はそんなに変わらない。 V の向こう側、あーいますね、いますね。うーわ、来た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 、あー来たけどやめた。食える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 、お前食う、お前は食える、お前はできる子、わーなぜやめる。だいぶでかいっすよ。